ああ、やっちまいました。皆様に大事なご報告がございます。スニークでちゃんと落ちてたじゃないですか。はい、というわけでどうも皆様、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたし、怖いな、ここ。ですね、収録外の出来事としてですね、とっても大変なことがありましたが、まあ、それはですね、後ほどご説明するとして、もう大体お気づきでしょうね、もう皆さんね。いや、もう笑い事じゃないんですよ。とんでもないことになってしまっております。まあ、でも、ね、収録は一番ということで、ちゃんとというか、ほら、見えます？見えます？エンドシップ見つけました。ほら、エンドシップ、エリトラがあそこにあるはずです。はい。まあ、見つけたは良かったんですけれどもね。まあ、とにかくちょっとまあ、ちょっと家に戻りましょうか。どのようにしてここにやってきたのかです。かねてから問題となっております、エンドゲートウェイのお話なんですよ。エンドの本島ね、本島でちょっと探すっていうことをずっとやってたんですけれども、結局ですね、まあ、見つからずに丸石を使ってですね、新しい離島を探すという、ことをやりました。橋を作ってきたわけですよ、本島からここの離島まで。はい、それでは、この移動中にですね、行きましょうか。今日のカメミというわけでですね、ネザーウォートブロックでマグロの赤身の部分まで再現して、マグロのオブジェ作ってくださいってことで。あ、確かに赤身を再現できますね。なんか普通の、赤の羊毛よりはリアルにできるような感じしますよね、確かにね。はい、でもね、相当な力作じゃなくて、でかいオブジェになってしまいそうな気がしておりますが、まあ、できる時が来ればやりたいと思います。ありがとうございます。はい、そして、昨日から行っております、1.10の紹介動画なんですけれども、こちらのコメント。紹介の時はテクスチャパック、まあ、要するにリソースパックですね、外した方がいいんじゃないですかということ。これ完全に私のミスです。申し訳ございません。ちょっと勘違いを与えてしまうかもしれませんよね、確かにね。申し訳ございませんでした。そして、もう一つ謝らないといけないことがこちらですね。はい、やってみたけどダメでしたよというこちらのコメント。これは、何に対するコメントなのかというとですね、ネザーフォートブロックですね。それこそ今、マグロの赤身に使おうかっていうお話になっていた、このネザーウォートブロックに関しての、ツイートなんですけれども、ネザーウォートを9個並べてネザーウォートブロックを作る、で、逆も可能だというふうに昨日の動画でご説明したんですけれども、勘違いだったということを、先生がおっしゃっております。はい、ということでね、ネザーウォートブロックからネザーウォートに戻すことはできないということをですね、改めて、皆様にお伝えさせていただきますと。動画はですね、これ修正が難しいというところがございますんで、昨日の動画の概要欄とか、何か、手段を使ってですね、こちら、新たにまた動画に、を見に来てくれた方のためにですね、やりたいと思っております。申し訳ございませんでした。この道です。今でこそこれ松明立ってますが、1000個ぐらい、こう、丸石を並べていかないといけないんですよ。で、並べながら、ね、松明を置くわけにもいかず、で、松明を置かないと何が起こるのかというと、エンダーマンの大量スポーンですね。こんな感じで戻ってたんです。で、エンダーマンがいても大丈夫かと思ってやってたらですね、やはり 1.9 からは、押し合いが起こるようになりましてね、モブ同士の。そこで私ですね、落下してしまいました。もちろん、ダイヤの装備すべて、防具もすべて装備しておりまして、剣、ツルハシ、斧、いろんなもの持っておりました。重要なものすべてロストしてしまいました。これはですね、さすがにちょっと精神的に食らいましたね。これね、押されるんだよね。だから、こうやってね、スニークでちゃんと落ち着いていけばよかったんです。でもちょっと焦ってしまってですね、落ちたということなんですね。なんで湧いてんの、こんなに松明あんのに。ちょっとかろうじて、助かったエンダーチェストの中身はこんな感じですね。幸運ちゃんと、クワ、そしてコンパウンド棒。コンパウンド棒いてよかったね。あんだ結構コストかかってるからね。本日、誕生日のマグクラ兄弟をお祝いするために、パクッ、穴かった。美味しい。勝ち。お誕生日、おめでとうございます。皆様にとって良い一年になりますこと、心より願っております。本日も、一点中紹介動画の後半をお届けしたいと思います。どうぞ。3つ目ですね。3つ目いきましょう。村ですね。村。はい。村の変更点は知らないの？看板がいっぱいあるな。ああ、全体的に4つ。なるほど。通常、サバンナ、タイガ、ゾンビ。はい。うん。もう、
うん、噂に聞くゾンビ村のことかな、はい、とりあえず一番普通なのいきましょう。はい、はい、通常。うん、おう、はい、うん、違い分かりますか。いや、まず道がね、うん、草の道になって、これは道はそうか、前からか、他の違いをちょっと探していきましょう。それあとですね、まあ、ちょっと若いんですけど、ここの丸石の階段があるんですけど、それがですね、ところどころですね、木の階段になってる。ああ、本当だ。あ、本当だ。これは見かけないな。そうなんや。はい、で、まあ本当に超マニアックですが、ここのあれですね、井戸ありますね。はい。今までここは砂利だったんですけど、ここが丸い。あ、確かに確かに。マニアック。あとですね、村の生成の仕方がちょっと変わりましたと、今まで、はい、バイオームをまたぐとそこで止まっちゃってたんですけど、 1.10 からです、ね、バイオームをあったがってはそのまま強制的に生成されるので、なるほど、まあ、海の上とかにもできちゃうんだ、可能性はある、そういうことですよね、はい、そのまま海の近くに生成されてしまったらということ、じゃあうちはどうなるかといいますとですね、はい、木材ですね、道が木材になるっていう、うん、生成される、それはレアですね。見つけれるとレアですね。はい、まあ、P ではすでに実装されていたので。P 結構早いね。常識だ。知らなかった。P なかなかやるな。あら。あら。俺だけ？何ですか？あ、あった。大丈夫です。一瞬、ね、サム音になったね。次ですね。ここからは新しいですね。なるほど。サバンナ。はい、アカシアだ。アカシア村ですね、これが。はい、これがサバンナに生成される村です。あ、かっこいいですね。全然違う、まあ、カラフルになって。通り見ていただき。はい、こんな感じだ。まあ全部アカシアで作っているので。おしゃれじゃないですか。ねえ、作りは基本的には変わらない。一緒ですね。はい、素材が。丸石がちょっと原木を使ってるっていう感じですけど。あ、この鍛冶屋ですね。鍛冶屋ね。前もこの丸石がですね、全部原木でここにマグマがあるので全部燃えてしまってたっていうバグがあったんですけど、まあ、それが丸石になったんだね。はい、まあそれはて井戸がいい ね、かっこいい、かっこいい原木で、かっこいい、あと扉もね、やっぱりアカシアの、ああアカシアってありますね、すごいな、アカシアの原木超集めれますねそうですね、ちょっとかわいそうですけど、追いはぎ、追いはぎ、それ以外変わりはないので、はい、村人も全員一緒ですし、はい、はい、一緒、はい、あ、大丈夫や、次はですね、はい、タイガさん、はい、あ、やっぱ松村ですね、シックですな、まあ、こんな感じで、さっきと一緒ですね、松村の扉使って、うん、一緒ですね、松のフェンス使って、ここはそこまで原木使ってないな、そうですね、ね、追いはぎできないですね、追いはぎ追いはぎ対象外ですねそんな感じです、はい、じゃあ大丈夫ですか、はい、大丈夫です、最後一番ちょっと面白いんですけど、ね、どういうことなんだろう、ゴー、まあ、普通の村です、お、もうすごい声が聞こえて、またみんながいないって、見えないゾンビ村ですね、すげえ、村人の中に村人ゾンビがいます、扉は全部ありますないですね、で、タイマスも全部ありますそういうことですね、真っ暗なんですね、てめえ、え、てめえ、こいつが生成する確率がですね、はい、12分の1とかだった気がするんですけど、なるほど、まあレアですね、あ、見つけたと思って行ったら全部ゾンビみたいな、まあ、畑はあるので怖いな、でもなんか今時のどうするべきやろこれ、見つけた、ゾンビ映画みたいなねえこれこそバイオハザードですね、いいねいいね、見た目は普通の村ですね、うん、遠くから見たらね、そう、あ、見つけたーって来たら襲われるっていう、村人が襲撃されてた、恐ろしい、そういう設定なんですよね、はい、襲撃されてみんなゾンビになっちゃったよと、はい、 P の 0.15 でも同じようなのが追加されたんですけど、まあ、パッと見の違いがですね、ここの丸石の代わりにですね、うん、こいつですね、苔石ですね、わお、苔石がつくだっていう、いいな、より、はい、よりリアルですね、そうですね、あ、いや僕はフリーとったんですけどね、ね、でも村は以上です、なるほど、いろんな村が追加されたんですね、メサ、はい、行きましょう、メサ、ゴーゴーゴー、はい、なんだ、
びっくりした。カーズ版が。うん。これ、あれをしたら、こっちは、ダメね。印として置けるだけなんです、ね。あ、なるほど、なるほど。お、もう、ツルハシ持ってるぞ。見えると思います。何かが。ぴょん、ぴょん、ぴょん。お、線路何え、すごい。廃校。はい。廃校ですか。そうです。実はですね、メサにはですね、廃校が。できちゃったんだ。設置するようになった。ありゃまあ、あとアメリカの文化で、なんて言うんでしょう、そういう炭鉱が多いですからね。そうですよね、なんかゴールドラッシュ的なね。そうです、ゴールドラッシュですね。じゃあ、見て、中。おー、金いっぱいですよ。すでに金が。なるほど。どれどれ、まさにゴールドラッシュ。そう、ダークオークを使ってる。あ、ダークオークなんや、これ。そうか、そうか。また金出てきたで。はい、あ、トロッカル。多分ドロッコ内は全部一緒なんですけど、中身は一緒です。あ、中身は一緒だ。ああ、本当ね。炭鉱のチェストだね。まあ、メサ自体がレアですからね。ああ、そうですね。ね、まあ、メサ見つけたら探す機会が多分。で、変更点はこの木材とあと金の生成確率ですか。まあそうなんですけど、その金ですね。金、はい、金どのぐらい生成されるようになったかっていうのわかりやすくですね、はい、可視化してみたいと思います。あれ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 、このボタンを押していただくと押します。クリックして上を見ると、おお、はい、このぐらいあるんです。え、めちゃくちゃあるやん。きれい。実は10倍生成されるんです、ね、ゴールドラッシュ、まさにゴールドラッシュですね。すごい。これはですね、地中ではなく地上にこんな10倍になってるので、すっげえ。なので本当に金が欲しいといえばメサに行く。なるほど、1.9 で生成されたメサにはないんかな。ないですね。なるほど、新しくメサ大陸を探すしかないか。なるほど、メサ以上です。わ、はい、かりました、はい、じゃあ戻りますか。はい、暑い寒い村メサの4つを私の動画でご紹介させていただきました。後半はですね、例のごとくエビチャンネルの方で、はい、化石、そしてその他、まあ、その他が一番濃くなってるのでね、はい、マニアックですね。エビチリのナイス編集でぜひご覧いただければというふうに思っております。はい、はい、それではですね、皆さんも 1.10 楽しんでください。はい、それではまたね、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。あ、そうそうそう、あれしよう、あれしよう、忘れてた。あこれにて、ありがとうございます。バイ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 。あ、うっ、中2階までエレベーターに乗ろう、どういうことやねそれ。それでは画像紹介いきましょう。本日コメミの画像いただいております。こちらあれですね、ピストンとレンガブロックですね、で作ってくださいました、ありがとうございます。そしてマグマだからワンピースの赤犬をちょっとやってくれたそうです。衝撃的なシーンを使ってくださいましたね。まあ確かに、赤犬杯といえば確かにこのシーンでございますが、ご飯ですね、でコメミね、米、はい、ありがとうございます。そして、パク画像、お誕生日画像ですね、こちらですね、実際のケーキにこうやって字を書いてくださいました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。すいません、あ、今のいいオチでしたよ。